お名前は？つねです。つねさん、つねさん今福岡勢。そうですね。来年からも？いや、来年はちょっと就職とか仕事の関係でどこになるかわかんないですけど。あ、なるほど。じゃあ、まあ、白浦の最後も。最後ですね。感慨深い。今日の目標は？今日の目標、まあ、まず自分が楽しむことですね。え？自分が楽しむことで。自分が楽しむ？弱気かな。そうだ。でもまあ、ベスト8以上かな、今日は。おお、今回結構そう強いから。平均レベルが。8もきついかもしれないけど。スクリーンで。やるって感じですかね。いやー、頑張りたい、頑張ります。まあ、絶対に勝ちたい相手とかありますか？絶対に勝ちたい相手か、まあ、橋津ですよね。橋津まあ同じ大学の同期、そう、同期永遠のライバルということで。キャラは何を使うんですか？最近はファルコが調子いいからファルコはっていうか、まあ、どっちにも勝ってましたね。あとはフォックス、マルス、おー、竹の爪らしく、ふわふわケアフォックスかな。今、ちょっかい出しに来て。あ、瀬子さん、じゃあ頑張ります。頑張ってください。昨日してなかったので。そうですね。お名前は？ロンボスです。主催です。すごく疲れてるように見えるんですけど。いやいや、気持ちいいですよ。昨日は何時に寝たんですか？昨日は、始発で家に帰って1時間ほど寝ました。おー、まあ、結構寝たということですね。そうそうそう。比較的結構寝たということで。今日の目標は？まあ優勝でしょう。優勝、2連覇。そうっすね。絶対に負けたくない相手だ。 CJ さんですね。CJ さん。もう予選でね、同じブロッカーの当たり可能性が高いですけど、コンディションは？え、調子はどうですか？ああ、調子あまり良くないんじゃないですか？あまり良くない。そりゃそうだ。今回最後の主催となるんで。そうっすね。はい、頑張ってください。ありがとうございます。お疲れでした。お名前は？抹茶です。抹茶さん。抹茶です。今回は有給を取れたということで。取れたんですけど、取れたんですけど、金曜は一日研修です。お疲れ様です。最近スマブラやってますか？すいません、ポケモンに浮気してます。ポケモンやってるんです。すいません。今日の目標は？目標目標は、いや、はっきり言ってないんですけど、もうほとんど勝つみたいなのはないんですけど、もうとりあえず全力で楽しみます。おお、常と同じことを。あ、マジっすか。全力で楽しみます。もう、じゃライバルとかいますか？ライバル、こいつには勝ちたいな。とりあえずポン常だけには。ポン常だけには順位だけでは、はい、負けないようにします。常さん、まっちゃんが宣戦布告をしますけども。え、俺に？絶対に常には負けないって。当たらないっしょ。いや、まあそれ順位だけでは。順位だけでも。あ、順位だけでも、うん。そんな固いこと言わずに楽しもう。いや、言ってた。最後だから。2人とも同じこと言って。実際ね。やっぱみんな弱気になる、最後。この修羅場前からの参加者としてね。福岡大会。福岡大会。福岡大会からの参加者として。2人は結構子さんで。子さんです。そっか、もう子さんなのか。子さんになってしまいます。子さんですね。年取ったな。いいよ。まあ、一緒しないよ。ダブル社員とかもう一生できないと思ったあの頃が懐かしい。もう2人とも社畜になる。そう、仕事が始まるから。久しぶりです。あ、始まる。お疲れ様です。お名前は？ノブヒコです。ノブ。今日の目標は？今日の目標はもうやっぱ最後ってこともあるんで、エンジョイ勢として全員一を目指すみたいな。みんな同じ感じでいきたいと思います。じゃあこいつには勝ちたいライバルいますか？いろいろいるけど、やっぱオフで普段当たる人と勝ちたいかな。お、具体的には？浮輪さんとか、平屋兄貴とか、あの辺、ドンコス、ドンコスさんとか、常勝ち、はい、当たり。選手に近くない。だいぶアップデートした。いや、まあ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 。ロブが背が高い。じゃあ今回最後ということで、はい、なんか思い出だとはありますか？過去の思い出はやっぱそこにいる抹茶さんから引っ張ってきてくれたんですよ。あ、大会に最初期参加の頃、抹茶さんともなるべくトーナメントで当たりたいな。当たりたい、倒したい。はい、よろしくお願いします。お願いします。では頑張ってください。はい、お願いします。名前は？山毛です。山毛さん、はい、まあ、今は中部勢、はい、中部でこっちに帰省がてら来てるということで、はい、今日の目標などありますか？一桁に入りたいです。まあ、ベスト8以上、はい、目標はそうです。
か、じゃあライバルなどいますか、マークしているプレイヤーなど。いないです。いない。全員倒す。それはそういう意味じゃなくて勝てる人に勝てればいいなという。なるほど。まあ、しながら最後ということで、はい、ぜひ楽しんで、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。お名前はアッサン。アッサン、はい、アッサンはお住まいは。お住まいは広島。広島で、じゃあダモンタクオークなんかに。そうですね。よくいらっしゃるということで、はい、しながら初参加。初参加。今日の目標は。今日の目標はまあドンキーを強キャラってみんな理解してもらうようにスクリーンでとりあえずドンキの強いところを披露したい。そうですね、はい、ということですかね。ドンキ使い。ドンキ。なんでドンキを選んだんですか。なんかリフコンが面白い系っていう。確かにリフレクターではなくリフティングの方のリフコン。リフティングの方のリフコン。じゃあマークしてるプレイヤーなどいますか。今日こいつには勝ちたいなという。あー、まあなんですかね、キャプテンジャックさん。キャプテンジャックさん。だ僕全然知らないんで、その人。あ、そうですね、なんか強いという噂なんで。アースさん比較的新規のプレイヤーになるんですかね。まあ1年ちょいですね。あ、まあそうです、新規といえば新規。そうですね、だいぶ子さん新規が違うことになるそう、ね、同じブロックから当たり可能性十分ありますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。名前は、B です。B さん、DE、B さん、DE、今日の目標は。今日の目標、事故らない。事故らない。キャラはヨッシーです。ヨッシー、これでヨッシーで事故になると、まあ竹卵でミスらないとかですね。大事、大事。あ、こいつには勝ちたいとかいうプレイヤーいますか。とりあえず、平野兄貴は。平野兄貴、平野さん。平野さんを。あ、それどうして。いや、昨日負けたし、この前も負けたんで。あ、昨日の大会で負けたし、前回の大会でも負けた。因縁の相手と同じです。B さん、どうしてヨッシー使いに。とりあえず、6-4でヨッシー使ってて、で、デラックスで入ろうと思って、まあ、アムサさんがいたから。おー、とか、アムサさんが大きいですね。じゃあ、今日は最後のジャバデラックスということで、ぜひ頑張ってください。あ、はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、EAD です。EAD さん、今日の目標は。はい、今日の目標は1回ぐらい勝ちたい。1回ぐらい勝ちたい。はい、いや、もっといけるんじゃない。予選今負けたところなんで。あ、頑張ります。まあ、EAD 君といえばホームラキラー。そうですね。意外と知られていないホームラキラーですけど。ハマってますよね。ホームラさんがめっちゃベタ褒めしてます。なぜか勝てるっていう、僕も不思議でたまらないです。キャラがドクターマリオ。はい、そうです。ドクマリ使いなんですけども、ホームラさんが大の苦手をしているプレイヤーです。まあ、絶対に勝ちたい相手とかありますか。マーチしてる相手だったり。新しく来た人に負けたくないけど、みんなしっかり練習してるから。あまり最近できてない。本当、今日の朝が前回のシュラブラブリの。なるほど。まあでも今日体調、なぜか体調悪い人が多いから大丈夫。チャンスですね。頑張ります。変なキャラもいっぱい。そうですね、多いですね。カルネさんとか見てると楽しい、やっぱり。まあ、今回最後ということで、はい、結構イエリカ昔から参加してくれて、はい、なかなか考えづらいものがありますけども、はい、最後頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、プロゲーマーのキャプテンジャックです。 DJ さん、ぜひ、はい、わざわざ福岡までありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。今日の目標は。あ、目標ですか。あ、それももちろん優勝ですけど。優勝。そう、まあまあ、シュラブラ優勝がどうとかじゃなくて、日本のね、スマブラ界全体のレベルを高めに戻ってきましたから。なるほど。ね、誤審が何とかとか言うでしょ。あれまだに負けたことないから。ね、確かに。そうでしょ。ね、ね、だからもう過去最強やった日本を、ね、思い出させていただくように、ね、はい、見せますんで。なるほど。よろしく。周りのプレイヤーのレベルも向上させるために、はい、そうですね。復帰したと。はい。そんな感じですね。今日のじゃあ マークしてるプレイヤーなどいますか。マークですか。マークはドンコスさんとサンドさん。ドンコスさんとサンドさん。前回優勝のドンコスとプレイヤーランク上位のサンドさん。そうですね、サンドさん、うん、自信のほどは。いや、まあまあ余裕で優勝して。余裕で優勝する。そう、当然でしょ。ね、さすがプロゲーマーで。そうそうそう。まあ昨日ね、マスハンでね、惜しくもね、準優勝やったんですけど、うん、まあなんかね、まあそういうこともあるかなとは思うんですけど、まあ、今日は優勝ですね。はい、はい、ありがとうございます。これから試合ですね。はい、はい、ありがとうございます。これから予選なんで、はい、行ってきます。はい、よろしく。ありがとうございました。お名前は。
知る、あ、違った、ダノです。ダノさん、はい、昨日から、昨日の飲み会から福岡に入って、睡眠時間は2時間は寝てないけど、1時間は寝たかな。じゃあ結構寝たと、うん、結構寝た方だと。コンディションはバッチリですね。今日の目標はまあ、優勝ですね。優勝、最大のライバルとなり得るプレイヤーなどいますか？ワークしてるプレイヤーなど。 CJ さんと、サンヌさんと、ドンコス、ニキと結構いますね。前回はドンコスとサンヌさんに惜しくも敗れたということで、リベンジで燃えていると、うん、でもさっき平安さんにも来た。平安さんにも予選はまあまあまあ、うん、本戦で頑張ればいいからと。それな、今回最後の調べらということで、ダノさんは何回から参加してますか？もう何回ね、何回からだろう。最初から、多分最初から来てる。第1回から。でも第1回参加したっけな、もしかしたら参加してないかも。第1回は旧大の方でやったやつだから、あ、微妙なところ。まあでもほとんど皆勤賞、ほとんど福岡勢。ということで、まあ地元のね、身内の応援もね、あると思うので、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。本当にありがとうございました。お名前は？お名前は、ハシズエースと言います。ハシズエース。ですが重要ですか？あ、そうですね。あの、スーパーとか、そういう意味があります。そんな、初めて知った。初めて知った。スーパーだったの？いや、適当に言った。適当に言った。下の名前から取って。あ、そうだね。また下の名前から取って。今日の目標は？優勝。おー。優勝。です。じゃあマークしているプレイヤーなど、こいつには勝ちたいというプレイヤーはいますか？そうですね、全員誰が来ても全力で立ち向かうだけです。かっこいい、今までで超かっこいい。みんな楽しみますとかしか言わないです。控えめに言う。ハッシーはね、タナリッコさん、タナ九州のシュラブラ前から福岡大会出てますけども、はい、今までの一番の印象に残っていることとかありますか？あ、そうですね、最初の方の対ホムラ戦は何かこう、みんな話題にしていただいて恐縮です。まあ自分はちょっと結構ひどいあれだったんですけど、あれかなり走ずる上4回走ずる。まあいろいろなんか、なんか言っていただいて嬉しいです。じゃあ今日ぜひホムラさんが当たったら、あ、そうですね、入る試合をできればなと思います。はい、ありがとうございました。今日は頑張ってください。ありがとうございます。名前は？ジュンです。ジュンさん、ジュンさんは下関ですかね？はい、下関です。下関勢、この関勢ですね。結構福岡の奥にも、はあ、はい、はい、まあ、新規の、比較的新規プレイヤーですね。去年始めたばかりって感じです、ね。2回目？シラブラは？シラブラ、はい、大会2回目です。なるほど。今日の目標は？今日の目標ですか。はい、まず、予選でまあ 2個負けたんで2位に攻めてなって、本戦ではとりあえずウィナーズセミスぐらいまで行きたいですね。ウィナーズセミ、はい、というともベスト6、ベスト6ぐらいはまず行きたい。結構高い目標の気がしますけど、はい、みんななんか楽しむぜぐらいですか？はい、いいですね、なんかでもそんな目標がある。じゃあ今日、じゃあマークしてるプレイヤーなどこいつは倒したいなっていうプレイヤーありますか？あー、オフでドンコスさんにボコボコにやられているので、ドンコスさんに当たって今度は勝ちたいと思います。まあ、前回優勝ですし、ぜひ、はい、倒したら相当盛り上がると思うんで、はい、スクリーンで、はい、倒してください。はい、まあ、キャラは最近のオックスと、一応でも大会で自信があるというのはシークですね。オックスシークね、はい、ダブルメインミニタイムプレイですね。そうですね、いいですね、強キャラは。強キャラ、最初ピカチュウだった気がしました。そうですね、変わりましたね。はい、ちょっとありがとうございました。はい、頑張ってください。なんすか、緊張するな、なんか。お名前は？この山台ですね。山台でいいですか？山台です。山本大好きなんで。DDMD とか DDMD。 目標は今回の？今回の目標はいっぱいスマブラをするっていう。いっぱいスマブラをするでいいんですか？もうスラブラが最後なんで、もうたくさんやっぱりスマブラ好きなんで、この機会にやっとかないと。最近はこの半年ぐらいはできてないですかね。聞こえないかも。半年ぐらいはできてないですかね。あ、まあどこだっけ、熊本で仕事してるんですけど、 3DS のガチ部屋をやってます最近。今日は絶対倒したい相手などいますか？今日はやっぱ常に走りには負けたくはないですけど、まあ大分勢の先輩なんで。
で、そこ当たる前に負けそうなんで、それがちょっとみんな強いキャラ、キャラファルト、最近はマルスをよく使ってますマルコマルス、はい、BPM にそう、リスペクトリスペクトね使ってますけどね肝心の PPMD が復帰しないんで俺が PPMD 俺がなってやろうかと思ったんですけどねもう仕事がやっぱ忙しくてみんな社会人になったらなかなかできないっすわサマブラじゃあありがとうございましたお名前を私の名前はサンヌですサンヌさん、はい、関東から神奈川から参りました今日の目標は目標は一番いいのは前回優勝者にリベンジをしてなおかつプロゲーマーの今日はいてきてるのでプロゲーマーの天狗の花を折れればなるほどそれで僕は満足ですぜひスクリーンで盛り上げていただきたいですはい、まあ、マークしてるプレイヤーだと思いますマークしてるプレイヤーまあもちろん昨日シリアさんが3で2位を取ってるんで、まあ、あのコーダスパーダも倒したということで私は勝ったことないのでコーダスパーダにそのコーダスパーダを倒したということは、まあ、かなり要注意人物ですかね今後今勝者側が今1回戦が決定地区の音を7立てしました7立てまあこの後今度まあ次も多分次からカルネスあたりがもうあ多分この勝者ですねそうなんで次は多分トモさんかなと思ってるのでまあシーク CJ とやる前にたくさんシークできればありがとうございますはいお願いしますありがとうございますもうこのボードを今書いてらしたすごいですねこれ恥ずかしいめっちゃかっこいいですねああもう模写しただけなんですごいですマジかっけーありがとうございますラスト今日の目標は今日の目標いや今日の目標はもうとりあえず今ウィナーズ側で負けちゃったんですよあなんであまあプレイヤーとしては、まあ、ルーザーズラン決めて、うんうんまあ、配信台までは行きたいなそうですねガノン絶対盛り上がるんでまあシークが壁になるんでほんまにそこが課題で今日シークめっちゃ負けてるんで、うん、あ今日は結構多いですねそう多いいろんなキャラいますけどそうですねまあ、うん、プレイヤー側としてはそんな感じで頑張りますプレイヤー側じゃない側じゃなかったあそうあの、はい、シュラブラに来た理由がちょっと、はいまあ、もう一つあって、まあ、大会のレベルがあの全国のどの大会よりも、もうしっかりしてて、あのなんだろう大会の主催というか運営のそれを絶対一回見に来ないといけないなと思って来たんですよ。で今ちょっとアスターさんに取り合って写真とかのあのまあ雑務でもいいんで何でもちょっと仕事もらって。遠征じゃないですか。スタッフにいやもうお手伝いさんぐらいでお手伝いさんありがとうございます本当でだからまあ自分で何か他に活かせることがあったらそれであ今後の大会活かしていきたいそうですねはいじゃあワッツさんみたいな感じそうということで、はい、まあいろんな目的があって来られてそうですね、うん、まあ楽しんでるんではいありがとうございますあ、わかりますじゃあありがとうございましたありがとうございますこちらこそあ、コモハネと言います。コモハネさんはどこの方？熊本です。今大会はい、はい失笑。とりあえず、そうですね。マックさん、意気込みは？ぶち倒したいと思います。ぶち倒す？これは何を使われるんですか？ギャラファルコです。いいですね、かっこいい。はい、ですね。今日は気合い入れて。お遊撃パーカー。すごい。遊撃パーカー作ってきたんで。自宅ですか？自宅です。かっ、すげえ。めっちゃ気合入ってますね頑張って倒したいと思いますすごいめっちゃかっこいいの社員って書いてありますねノーバイクノー社員めっちゃかっこいいの頑張ってくださいこれから試合なのでありがとうございましたありがとうございました、お疲れ様でしたシュラブラ終わりました終わってほしくないですね結局ベスト3 3位が全部今まで最高の成績が全て3位なんでもうさあすみませんなんだ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 おーなんてんだゆどり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 ゆ
シュラブラ終わりました。終わりましたね。終わりました。過去を振り返って一番印象に残っていることとかありますか？一番印象に残っていること難しいですね、いざ言われると。まあやっぱり上位の試合はどれも面白いから。コナミまああれですかね、いつかのグッチアムサと、まあ、今回のキャプテンジャックサンヌの試合じゃないですかね。なるほど、じゃないですかね。以上です。コナミさん、毎回来ていただいてありがとうございました。はい、お疲れ様でした。終わっちゃうね。終わっちゃいました。いやね、印象に残っている過去の試合とかありますか？過去に残っている何があるかな、やっぱ前回のグランドファイナルかな。あ、ドンコツ優勝の、あれはベストワードに。そうですね、あれはベストワードですね。もう何か攻撃が当たるたびに俺たちまでキャッキャ言ってもうね、あ、ついにこの男やりやがったって思って。そうね、確かに、ね、だからこそ今回も勝ってほしかったけど、今回は前日王でしたのが当たって当たって前日のPM で時盤に負けたのかと思って応援してしまいました。シュラブラはね、終わっちゃうけどね、まあ、デラックスはまだまだ続いてくるから、ね、みんなでデラックスやりましょう。おー、いいこと、ありがとうございました。ございました。シュラブラ終わりました。終わりましたね、本当に。今までで一番印象に残ってることとかありますか？印象に残ってるシュラブラ、でもなんだかんだなんかそう通常のトーナメントは勝てなかったんですけど、なんか1回だけサブイベントで優勝して、あ、あったな、のあれが一番楽しかったな。やっぱ勝つのは乱闘大会、そう、大乱闘大会で、サブイベントで乱闘大会の金髪だったんですけどね。あれ動画ありがとうございました。あれですかね、ブラブラ終わります。なんか印象に残っていることありますか？俺の優勝したとこですね。あ、というと第何回？第何回だね。覚えていない。覚えてない。優勝した勝ちかな。いや、でもね、優勝してないとこもね、面白い試合がいっぱいあったね。アムさんとグッチさんの試合とか、ドンコスさんのとかも面白かったし、ゾーマの試合も面白かったし、今日の試合も面白かった。今までありがとう、シュラブラ。ありがとう、シュラブラ。終わります。ありがとう。はい、カワルネさんとマッチャマッチャ。シュラブラ今回最後ということで、何か感想等あれは？やばいっすね。やばいっす。やばい、どうしよう。今までで一番印象に残ってること、シュラブラで印象に残ってること、あ、チャンヤマさんがもう一度来れなかったのチャンヤマ、チャンヤマさんの心残りですね。あのガヤ文化を作った人がいるんですよ、チャンヤマという。シュラブラ6かな、あ、一番最後になったんですけども、ちょっと彼が最後いなかったのは、まあ仕事上の関係なんですけど、残念ですね。印象に残ってたことは試合とかじゃなくて、ガヤですね。ガヤです、ね、ガヤでした。ガヤ以外に何かあったっけな。試合はなんかは、まあ、いろいろあって面白かった。いろいろ、いや、もうガノンとかミューツが活躍するのこの大会ぐらいだと思うんで。いや、この前私がミューツめっちゃ、あー、そうかそうか。いや、まあでも主催者の優勝だったり、あ、主催、まあ、サンヌさんのリベンジ優勝、今回もですけど、うん、もういろ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 ありますもんね。カネネさんもね、優勝カネシ第何回だったっけ。もう覚えてない、覚えてない。結構10回とやってるんで、もう毎回来てくれてありがとうございました。ありがとう。はい、ラブラ終わりました。終わりました、ね、結構ええ印象に残っていることとかありますか、過去のラブラで。杉さんも結構ね、遠征していただいて。そうですね、やっぱドンコスさんの優勝の瞬間が一番、みんなね、そこがね、あそこはちょっと見てて、自宅で涙を、ドンコス自宅で見てました。高い、ウケなかったんですけど、本当にあれ感動して。そういえばそうです、杉さん言うの来てない。今回もサンヌさんもめっちゃ鳥肌立ちましたね。もう鳥肌注意、鳥肌しか立ってない。鼻当てが来ていただいてありがとうございました。こちらさん、本当にこんな素晴らしい大会をありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なんちゃんです。なんちゃんです。シュラブラデラックス終わりました。シュラブラは俺のスマブラ人生の始まりで、これがないと俺はシュラブラに人生を僕は変えられました。おお、そう、今は僕は仕事も中途半端、すべて中途半端で、いやいやいや、スマブラだけ一生懸命です。仕事も全部シュラブラのおかげです。ありがとうございます。
過去に印象に残ってる、一番印象に残ってることなんかありますか、レアクシで。うわ、俺記憶障害だから、あのドンコスサンヌがやっぱ一番新しいかな。もうね、涙なしじゃ見られなかったドンコスサンヌ、みんなで抱きついね俺もう体に、勝手に体動いてたもん。もうドンコスさんに一生懸命言ってた、うん、今喉が死んでます。デラックスまで参加してくれてありがとう、ありがとうございました。じゃあ終わりました。あ、インタビューですかこれ。はい、もう撮ってますよ。マジっすか。お疲れ配信、何答えればいいですかね。まあ感想、感想ですか。やっぱ最後の決勝戦の配信をちょっとやらかしたことが一番心残りですね。あれは結構ヒヤヒヤしたね。いや、あれマジにヤバかった。このまま、なんだろう、戻んなかったら、普通ヤバかったけど、なんとかまくいって。しかも最後の最後で、またなんか、カットインを入れちゃうっていう。あれは何を、あれちょっと手が滑ったんですよね。そうそう、ずっともう、即入れるように、そのトランジションのボタンにずっと置いてて、手が滑って押しちゃったんですよ。やっちゃったな、はい、マジ。すみませんでした。いや、本当すみません。自殺します、マジ。お疲れでした。お疲れ様です。お疲れでした。シラブラ、デラックス、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、過去のシラブラで一番印象に残っていることとかありますか、デラックス。デラックスか。やっぱハムサグッチ。ハムサグッチ。おお。グランドファイナル。そう、あれはもう衝撃。日本のてっぺんを見てるんやなって感じ。それが一印象に残っていると。ヤマニアも、ね、結構ね、スラブラでなくて結構勝ってるんですよ。いいより成績いい。久しぶりに、そうそう、今回デラックス。でも最近あんま良くなかったけど、今回は久しぶりに良かったかな、うん、デラックス。サンヌさんにも1本取ったし、まあ優勝した。いや、まっすぐ勝ちたかったね。まあ、関東行くけど、デラックスは続ける。なるほどね。マトゲーとか。あともう普通だと、ほんとシュラブラ東京、イン東京。もう。お友さんもね。そうよね。一応俺も東関東。漆黒さんにもあります。あ、そうなの。神奈川だから、やりましょうっつって。まあ次は、東京で。おまあなんか、何かしら。あと言うてね、言うて、まあ北九の人。北九にもデラックス機材あるからね。うん、まあ可能性は言うてまだあると思う。行ったりとかに、行ったりとかと一緒に、まあ、博多でやるのはもうね、もう絶対最後になるかな。まあ頑張って場所を探して。そうやな、もうスタッフも少なくなってて、本当に本当に開くのが難しく。まあでもね、なんかもったいないから、やっぱね、もう時はと、新しい主催時はと、ええちょっと新主催無茶ぶりにも音があります。時はとぐったりで頑張ってほしいなと。まあね、今後に期待と。今後に、今後も終わり、ありがとうございました。ありがとうございます。トンコスです、シラブラ、お疲れ。お疲れ様でした。帰る人は忘れ物。いや、いいっすよ、いいっすよ。まあ、主催として何か印象に残っていることとかありますか。まあ、答え分かってるけど。優勝したことですよ。前回ね、いや、あれはマジね、泣いたわ。全スマブラが泣いた。それも殴って。お疲れ様です。お疲れ様でした。スマブラはデラックス終わりました。いや、悲しいですね。まあでも今回の大会でやっぱその最後ということで、まあ、実況させてくれたのが、任せていただいたのが、いやもう最高、嬉しかったです。最高。いや俺も本当実況できてよかったなと心から思います。あってことのスラブラ。いや本当そう言っていただけるだけでありがたいし、最後、うん、ね、こういう試合に。実況者はなんかそのなんだ大会の見届け人じゃないけど立ち会い人みたいなことを言われて、まあだからそういうのに関われたのがすごい良かったなと。まあ締めっぽい感じになるけど、なんかこんな真面目なこと喋りたくはないけど、まあシュラブラ最高ってことで、これからもありがとうございました。お疲れ様でした。シュラブラ終わりました。リラックス。終わっちゃいましたね。過去の思い出などありますか。思い出、最初オフに行って、うん、で大会に出てみないかと某スカットさんに誘われいきなり出るとは何だろうみたいな感じで、某九州大学のドミトリーの下の今の会場より、まあ、うん、広さは同じぐらいですけど機材も全然ない僕のところに、わけも分からずホールまで今や日本全員地となったルドルフとかいう人のマルスにボコられとかいうところは最初がめちゃくちゃ印象でかいですけど、うん、それはスラブラの前身の大会の、そうですね、なんでそこから
まあ、シュラブラっていう名前になって、うん、でそこからなんだろう、もう、まあ、難波剛という男が大会主催を始めて、で一緒になってみんなでやってきたんですけど、いやちょっと悔やまれるのが、あいつの優勝の瞬間に立ち会えなかったのが、前回それがめちゃくちゃ残念ではあるんですけど、ですね、あ終わります。今までありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。毎回あ、いえ、こちらこそずっと、うん、こうトモさんたちが何年間も気づいてくれたから、今のシラブラがあるわけで、僕は1年しかシラブラに1年間だっけ、スタッフとしては1年です。ちょうど1年だ。その去年の党会議が最初なので、まあ、デラックスは2月からだけど、まあ実質ほぼ1年裏方ですけど、ずっとやってて楽しかったです。ありがとう。ありがとうございます。シラブラ終わりました。ありがとうございました。はい。長谷川さん、一番印象に残っていることは？なんだろうね。なんですかね。難しいこと。なんかないで。一番印象に残ってるのは、なんだろうな。やっぱりその、今日は配信350人ぐらい見てくれて、そんないたんですね。でなんかこう我々が自分たちが楽しくなるようにやってたイベントがこう、うん、たくさんの人に、ね、楽しんでもらえたっていうのはこう良かったなって感じします、うん、ありがとうございます。フラフラはその運営やっててめちゃくちゃ楽しい大会なんでこんなのなかなかないっすよ、うん、まあまた何かどこかでスマブラ界隈に貢献できたらなと思います。ありがとうございました。